This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。 APEC 首脳会議は BCG 経済に関し万国目標を採択しました。 APEC 首脳会議はタイのソフトパワーの普及につながっています。調査で APEC 首脳会議の政府の対応に満足していることが分かりました。サッカーワールドカップの放送権取得で14億バーツが借り入れとなりました。それではまず初めのニュースです。 APEC 首脳会議は BCG 経済に関し万国目標を採択しました。タイ政府はアジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議2022で BCG 経済に関する万国目標を共同認証し、各国首脳はタイがこの会議で BCG 経済モデルの概念を提示した指導力を称賛しました。政府は BCG 経済モデルは国の成長を生み出し、世界の持続的開発目標も達成できると確信しています。B はバイオエコノミー、C はサーキュラー循環エコノミー、G はグリーンエコノミーの頭文字を取ったものです。BCG 経済、バイオ循環グリーン経済は、経済、社会、環境の3つの側面から国の地位を向上させる仕組みとして、国際社会で急速に拡大させることを目指しています。タイの BCG 経済モデルは国連の持続可能な開発目標17項目のうち13項目と合致しています。この経済モデルの導入から約2年経過し、国の発展と具体的な成果が見え始めています。これはタイが今回の APEC 首脳会議で発表した BCG 経済に関する万国目標に沿ったものです。政府は以下の4つの目標において経済を牽引する形で運営してきました。 1. 環境問題への対応です。特に気候変動、植林、森の維持、保全を行う者への刺激策として炭素クレジットの割り当てを行う公民の森林再生活動で実施されています。国内の炭素クレジットは今年1月から8月の取引額は1億2480万バーツ、取引量は116万トンでした。平均価格は1トンあたり 107.23 バーツとなっています。また、電気自動車普及政策はゼロエミッションの生産目標を設定し、2030年までに自動車生産台数の少なくとも 30% まで引き上げる方針です。農作物や家畜よりも昆虫などからのタンパク質生産も促進しています。2つ目は持続可能な貿易と投資の促進です。工業省は工場の 63.1% にあたる4万319箇所の工場をグリーン産業に押し上げました。金融機関では2027年までに総額1500億バーツ以上の BCG 事業への投資プロジェクトがあり、2022年から開始されています。3つ目は天然資源と生物多様性の保全です。スマート温室システムによる栽培の推進や精密農業システムの導入により化学物質の使用削減に努めています。生産性の 50% の向上、質の向上、農薬の使用半減、利益が2倍になるなど目標を達成しました。
4つ目は資源の利用効率を向上させ、廃棄物をゼロにすることです。持続可能な開発のために、タイ工業連盟と経済団体が設立した PPP プラスチックという名の官民パートナーシップがあります。プラスチック廃棄物の削減は多くの地域で実施されており、例えばラヨン県では海洋プラスチック廃棄物を半分に削減することができています。タイ政府はBCG 経済モデルがタイに適しており、APEC 加盟国が自国や世界に利益をもたらすために適用し、発展させることができるモデルであると確信しています。次のニュースです。APEC 首脳会議はタイのソフトパワーの普及につながっています。アジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議は今回、タイがホスト国として大きな成功を収めたと考えられています。世界的な課題があるにもかかわらず、タイはうまく調整することができたと評されています。タイは万国目標バイオ循環グリーン経済の概念を APEC 加盟国で推進し続けていく方針です。APEC 首脳会議の成功は、APEC 自由貿易地域 FTAAP に発展させ、加盟国の貿易、投資、免税を促進するために合意したことでも証明されています。これにより経済特区での輸入、発送、輸出がより便利になります。今回の APEC 首脳会議はタイに大きな経済的価値をもたらしました。特に多くの首脳や代表、ワーキンググループがソーシャルメディアを通じて食べ物、ムエタイ、観光名所などタイのアイデンティティを広めました。バンコクのヤワラート通り、ワットポー寺院、ラチャダムヌンボクシングスタジアム、イベントなどが紹介されました。 APEC 首脳会議に関心を持つ世界中の人々が海外メディアの報道を通じてタイのアイデンティティを認知し、興味を持つようになっているとしています。多くの経済圏のリーダーたちと議論する中で、首脳たちは満足し、この会議を開催したタイを評価しています。次のニュースです。調査で APEC 首脳会議の政府の対応に満足していることが分かりました。スーパーポールリサーチセンターが APEC 首脳会議開催について世論調査を行いました。それによりますと、国民の大多数 85.6% がタイで APEC が開催されればタイと国民に利益がもたらされると回答しました。また 82.5% がコロナ後の経済活性化のためにタイで APEC を開催することに非常に満足していると答えています。プラユット首相の仕事ぶりについては、首相の決意と努力に感謝していると答えています。国にとって重要な APEC 首脳会議では成功裏に終了し、設定した目標を達成することができました。タイに良いイメージを与え、先進国に匹敵する品格を作り出しました。 APEC の会合や二国間協議による協力だけではなく、タイと加盟国の経済が活性化することを望んでいます。シンガポールのリー首相は、APEC の主な目的は自由主義、投資、円滑化であり、グリーン経済、デジタル経済も大きな希望と可能性があると指摘しています。フランスのマクロン大統領はスタジアムにボクシングを観戦しに行ったことを自身のツイッターに投稿しています。大統領はタイのソフトパワーが好きだと公言し、ヤワラート通りを歩き、屋台料理も体験しました。さらに帰国の際には、フランスとタイの長年の歴史的友好関係の名のもとに、ワットポー寺院の振興と保護を支援すると投稿しています。タイの国民は首脳たちの友情が今後のタイの輸出や観光促進の機会を増やすプラスの効果になると考えています。次のニュースです。サッカーワールドカップの放送権取得で14億バーツが借り入れとなりました。サッカーワールドカップカタール大会の放送権取得に向けて、タイ国スポーツ局が奔走していると報じられていましたが、プラウィット副首相を議長としたタイ国スポーツ局の役員会はこのほど、放送権を手に入れるため国家スポーツ開発基金から14億バーツを借り入れるというスポーツ局の要求を承認しました。
タイ国スポーツ局と FIFA との間で合意された放送権料は3300万ドル約12億バーツと報じられていましたが、これに税金 15% や為替関連の手数料などを加えて14億バーツを借り入れることにしたものです。販売価格は当初約16億バーツと報じられており、約12億バーツという値段は FIFA が値下げに応じたことを意味しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。 APEC 首脳会議は BCG 経済に関し万国目標を採択しました。 APEC 首脳会議はタイのソフトパワーの普及につながっています。調査で APEC 首脳会議の政府の対応に満足していることが分かりました。サッカーワールドカップの放送権取得で14億バーツが借り入れとなりました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ขอตัวฉันเองไม่ได้มีความสำคัญสักเท่าใดใครกับใครได้จำทุกถ้อยคำบอกเธอหวังเพียงเธอจะเข้าใจว่าสิ่งใดที่ฉันมีแค่ให้เธอได้รับรู้ว่าหากว่าฟ้าจะมืดไม่สดใสจะช่วยเป็นแรงให้เธอได้ก้าวไปหากทางไกลจะพร้อมเป็นเพื่อนเธอไม่ได้เรียกร้องให้เธอมาสนใจไม่ต้องรักและใส่ใจอย่างเช่นคนรักกันอยากฝากแค่เพียงความห่วงใยและจิตใจให้กันให้กำลังใจนั้นเคียงเธอไปฝากไว้ในใจเธอラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.